お年寄りと子どもたちが歌や踊りで七夕を楽しみました。南区白雲町にある笠寺福祉会館で毎年恒例の七夕交換会が行われ、笠寺幼稚園の園児と60歳以上のお年寄りが参加しました。この交換会は高齢者と幼児の世代を超えて交流してもらおうと、昭和46年から毎年年に2回七夕とクリスマスに合わせて開かれています。演目ではこの日のために練習してきた歌や踊りを子どもたちが元気いっぱいに披露しました。可愛らしい子どもたちの演技にお年寄りからは惜しみない拍手が送られていました。一方、お年寄りは琴や日本舞踊など日頃同好会などで練習してきた一芸を子どもたちの前で発表しました。普段なかなか目にすることのない演目に子どもたちは興味深そうな表情で演技に見入っていました。会の最後には福祉会館から子どもたちに文房具のプレゼント。子どもたちからは織姫と彦星を飾ったうちわがお年寄りに贈られました。年に一度の七夕交換会、参加者全員で楽しむ有意義なひとときとなりました。ありがとう、ありがとう。今日は楽しかったですか？楽しかったです。踊りが良かったです。とても楽しかったです。子どもさん可愛くってね、もう本当に毎年涙が出ます。久しぶりにあの小さな子どもさんのお遊戯を見せていただいて、とてもあの今日楽しい日を過ごさせていただきました。ありがとうございました。